昔から知ってる人がめっちゃいい店出した。この人が揚げる串カツほんとうまい。串カツとおでん石川。石川さんが以前行った店にはよく通ってました。初手は日本酒とおでんの出汁割り。それと赤味噌を使った土手煮で串カツを待つ。米粉油で揚げた串カツが油物なのに急におえっとなることもなく永遠に食べられる。卵を落としたタレを贅沢にエビでかき混ぜ一思いにいただきます。ああ、これ石川さんの串カツ、これ。串の種類によって秒単位で揚げ具合管理してる。職人だなぁ。おでんのネギ袋の中にはネギだけじゃなくて生姜も入ってて本当に美味しい。キクナにとろろがかかってる。こんなおでんも初めて食べた。だしと絡まってドゥルンドゥルンになったとろろが私の胃粘膜を強化した。心も体も温まってきたなんて冷たい酒が飲みたい。ソーダ割りください。串カツとおでんをまんべんなく食べたら絶対にこの冷カツも食べないといけない。やみつきになるソースと柔らかい肉、もはやこれは美味しいの暴力。学生時代から石川さんの料理が大好き。時が経てどお互い変わらない美味しいへの情熱が嬉しかった。